女優の天海祐希さんが出演するサントリーグループのウェブ動画、話そう。天海祐希、沢村和樹、山里亮太、南海キャンディーズ編がこのほど公開された。天海さんは、俳優の沢村和樹さん、お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太さんと共に、リモートトークを繰り広げ、私、こうやって、人と喋るのは何週間ぶりだよ、と認可している。3人は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による自粛生活の過ごし方について語り、天海さんは、沢村さんに、リモート飲み会はやっていない?と聞かれると、ないですよ、と、きっぱり。また、何時に寝ても毎日、朝6時半に起きてしまうと明かし、朝、ご飯を作って、食べて、掃除して、洗濯して、8時半には、すべてが終わってしまう。そこからまた寝るのと認可している。同動画は、5月12日に公開された、話そう。みんなで編の続編。3人は他に、自粛生活が終わったら、何がしたいかなどのテーマでも話している。同グループでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、人との接触を減らすことが求められている中、これまでも、これからも、私たちは、つながっている。というテーマのもとウェブ動画を制作。これまで、話そう。編、話そう。シリーズも公開された。